琵琶湖プリンスホテルの建物全体をご説明させていただきます。客室メインになります38階建てのホテル棟と宴会場がメインのコンベンションホール近江、2つの建物があり、1階の連絡口にてつながっております。ご到着時は食事会場をご案内できるように、その場所に合わせてホテルの玄関を分けさせていただいております。当ホテルはバス駐車場に最大10台待機させることができ、一般駐車場は約500台駐車が可能です。ご到着ご出発方法に合わせて敷地内で安全に乗降可能なスペースを十分に確保しておりますので、ご安心ください。バスにて到着の際のご説明をさせていただきます。従来は玄関にバスの停車ができましたが、現在は混雑を避けるためバスを一旦駐車スペースに停めていただき、バス内チェックインをお願いしております。ルームキーはバス内で配布させていただきます。ホテルの説明や注意事項については事前にチェックイン案内文をお渡しさせていただきますので、しおりに掲載いただくことをお勧めしております。次にコンベンションホール近江でお食事をしていただく場合をご説明させていただきます。まず玄関口でアルコール消毒をしていただきます。アルコール消毒は食事会場前、客室フロア、化粧室など各所に設置しております。次に検温をお願いいたします。当ホテルではサーモグラフィーを設置しております。ただし時間短縮のためにも事前に到着前にバスなどで検温を済ませていただくことを推奨しております。事前にお渡しする健康チェックシートを到着時に確認させていただきます。客室へご案内する際は食事会場を分かりやすくご説明させていただきます。事前にお送りいただいたお荷物がある場合は、食事会場内にクラスごとにお荷物を置かせていただきます。各自お受け取りいただき、お部屋へご誘導させていただきます。ホテル棟へはこの連絡口を通っていただきます。客室へは2階までのエスカレーターでご移動いただき、2階のエレベーターをご使用いただくようお願いしております。到着の際は大きい荷物のを持ってのご移動となりますので、5人数に合わせてスタッフがエレベーターを手動で操作してご案内させていただきます。こちらが客室フロアになります。どのフロアも同じ構造になっており、エレベーターを中心に半円形を描き、全室レイクビューのお部屋です。各フロア 36.2 平米のお部屋が16室、ワンフロアで最大64名様までご利用可能です。両端には 59.5 平米のお部屋が2つあり、両サイドの角部屋は先生にご利用いただくケースが多いです。各フロア両サイドに非常階段がございますので、必ずご確認ください。プリンスホテルではお客様により安全で清潔な空間で快適にご滞在いただけるよう、新たな衛生消毒基準プリンスセーフティーコミットメントを導入いたしました。徹底した清掃と消毒が施された客室のドアにセーフティーシールを貼り、清掃消毒後のお部屋に入室者がいないことを明示し、安心してご入室いただけるようにいたします。ルームキーはセンサー式のカードタイプとなり、部屋番号が分かるようにシールを添付しております。各部屋に2枚のルームキーをご用意しておりますので、生徒様用と先生用の予備キーとしてご利用くださいませ。お部屋はオートロックとなります。カードキーをセンサーにかざしていただき、グリーンのランプが点灯しましたら解錠された合図となります。客室のご説明をさせていただきます。お部屋は最大4名様までご利用いただけます。ベッドは4台中2台はエキストラベッドとなります。有料放送はございません。貴重品はこちらのセーフティーボックスをご利用いただけます。またホテルにてお預かりすることもできます。こちらに湯茶セットをご用意しております。洗面台の水は浄水でございますので、そのままご使用いただけます。冷蔵庫には有料ドリンクなどはございません。1階にコンビニエンスストアがございますので、こちらでお買い求めいただけます。日用品や軽食以外に
お土産販売も行っております。ぜひご利用くださいませ。電話は使用できないようにカットすることが可能です。外線内線それぞれご要望をお知らせください。モーニングコールが必要であれば時間をご指示ください。客室の室温はこちらでご調整いただけます。空調換気についてですが、1時間に約2回外気と入れ替わります。バス、トイレですが、すべてセパレート式になっておりますので、複数名の方でもご利用いただきやすいお部屋となっております。アメニティはバス内にシャンプー、リンス、ボディーソープを設置しております。その他タオルと歯ブラシをご用意しております。ドライヤーもございますので、こちらをご利用ください。スリッパは客室内のみのご使用となります。館内には大小多数の宴会場があり、ご人数に合わせてご使用いただけます。テーブルは直径2メートル10センチあり、最大12名様まで着席いただけますが、現在は距離をとって人数を減らしてご案内しております。宴会場の空調換気については、1時間で約2回外気と入れ替わっております。お料理について和食と洋食をご用意しておりますので、事前にご要望をお知らせください。料理の提供方法は現在カフェテリア方式を取り入れたスタイルで提供しております。お料理をココ盛りでご用意し、トングを使用せずに各自がトレーに取っていただくスタイルです。朝食、夕食ともにこの形式が基本となります。夕食をテーブルマナーのフランス料理コースでご用意することも可能でございます。お料理を楽しみながらテーブルマナーを学ぶことができ好評いただいております。資格を持つスタッフがマナーの説明をさせていただきます。次にアレルギー対応についてご説明させていただきます。アレルギーをお持ちの方がおられる場合は、特定原材料7品目を含まない特別メニューをご用意しております。体験学習などのご相談にも応じさせていただきます。琵琶湖大津プリンスホテルでは、安全で安心できる教育旅行をご提案させていただきます。皆様のご来館をぜひお待ちしております。